党長参事官による不適切発言について配布資料のように処分等を行ったので発表します。復興庁統括官付参事官水野春久停職30日、なお本人は6月21日付で総務省へ移動させます。復興庁事務次官中島正弘開国、復興庁統括官岡本正勝開国であります。また私は復興の前面に立つトップとしての責任を取り、給与の自主返納1ヶ月を行います。被災者をはじめとする関係者の方々に改めて深くお詫びを申し上げます。件数は約600件余りだと把握しております。そのうち勤務時間内に追跡とした件数23件と把握しています。これは記録に残っております時間を確認いたしました。それから順序逆になりましたが、信用失墜行為については法律に違反するのは6件と把握しております。内容につきましては大きく分けて3つございます。団体または個人を著しく中傷誹謗した件、それからもう一つが被災地の地方議会を著しく中傷誹謗した件、三つ目が恣意的な行政運営を疑わせるツイート、この3種類合計6件であります。簡単に言いますと、一番目の団体個人を中傷したツイートが4件ございます。どのツイートが当たるかということにつきましては、ここでそれを申し上げますと再度その方を傷つけることになりますので、どのツイートがこれかということは、今申し上げました団体個人への中傷、そして議会への中傷、恣意的な行政を疑わせるツイートということでご理解いただきたいと思います。信用失墜以外に、例えばその情報公開請求の、ことを、記載したりとか、あるいは、ビールを飲んでいたりっていうような、その他の部分の処分についてもちょっと詳しく教えていただきたいんですけど、まず守秘義務違反については当たらないと判断いたしました。情報公開にタッチしていたことについてのご質問だと思いますが、秘密にしなければならない事項を彼は公開したのではありませんので、これは守るべき秘密を公開したことになりませんで、守秘義務違反にならないと判断しております。時間外に利害関係のない、この場合は某政党ですけれども、本部において自らのお金でビールを飲むことについて、これは公務員倫理法違反でないというのを倫理審査委員会事務局に確認いたしました。なぜかと、ちょっとこれは私もちょっと非常に気になりましたので、懸案が解決というのは、複数の省庁にまたがるある特定の施策を協議していたものが調整が完了してできることになったということを指して、彼は懸案が一つ解決したと言っております。で、白黒つけずに曖昧なままにしたということは、これは何を指しているのかと。で、これに関するですね、国会質問等が出た場合にどちらの省が主に答弁を書くかという分担についてですね、協議ができなかったので、実際に質問が通告されたところで、その複数の省、一つは当然復興庁でございますが、復興庁と相手省とで分担して、答えを書こうということを書いたんだそうであります。この日本語、そもそもこの矛盾してて、解決しながら曖昧という、わけのないことを言っておりますが、本人に問いただしましたところ、ある特定の施策についての相手省との協議が整ったということで、曖昧にしたのは、国会質問が出た際にどちらが主に書くかということの役割分担だったということでございます。ちょっとこれは補足させていただきます。特定の案件とはどの案件でしょうか。これは差し替えさせていただきます。この法案の責任者だった役人は、被災者を体を張って励まし支援してくれている方々を、そしてその中で一生懸命自分のできることを行っている我々被災当事者までを総称して、左翼のクソどもと腹の中で嘲笑っていたのです。このすべての理不尽に私たちは決着をつけなければなりません。そうしなければ
私たちは前に進むことができません。取り戻すことはできないあの生活、ズタズタに引き裂かれた人間関係、人としての名誉、そして我が子を大量の被爆地に置いてしまった後悔と懺悔、本当は決着などつくはずもない全ての悲しみに決着をつけて前に進むには、私たちは避難の権利、そしてそれぞれの正当な権利を勝ち取らなければなりません。ここに官民そして被災当事者が一体となった法案の一日も早い施行を心より望みます。以上です。もう統括の休止は市長名で復興庁に対して、私たちの被災者支援法の地域に統括地域を指定してくださいということをもう とっくに申し入れています。でも何回聞いても未だに検討中ですということでお返事はありませんということでした。で私たちは休止 の動きを押そうと思って、署名活動、このようなビラを配って署名活動をして先日7日に提出したばかりです。国の未来を担う子どもたちの健康を見守るその義務が国にはあります。なんか憲法って、私もこんなことがなかったら読んだこともなかったんですけれども、本当に私たちの本当に基本である生活すら守られていない、それが許されている、こんなことを到底許すことはできません。南相馬の人たちを支援しながら、この子ども支援法に関心を持ってですね、関東ネットの皆さんとも連帯を持って、今まで6回の復興庁それから環境省、文科省を含めた6回の意見交換の場に参加していました。ですから今回のことについては私は非常に怒りを心の中に持っています。被害者、避難者の生活がもう待ったなしなんですよ。安倍さんが命を懸けてこのことについて取り組んでもらいたい。先ほど北海道の方が言ったように、人生が変えられたり待ったなしの状態に追い込まれているという状況を十分にですね、汲み取って、復興庁自体が本来の復興庁の目的は何なのか、支援法の目的は何なのかっていうのをもう一回考えて、本当にやってくれるのかどうかですね、私はそれを見守っていきたいし、皆さんの運動にも今後とも参加していきたい、その決意をですね、今日私は聞きたかったです。単に処分がどうのこうのの問題ではなく、復興庁の今後の姿勢について私は聞きたかったです。以上です。貴重なご意見、本当に身の引き締まる思いでありがとうございました。今日も大臣の方からも話があったと思いますけども、ここはしっかりまた信頼を回復するためにですね、真心を持って被災地に寄り添いながら、進めてまいりございますので、今日のご意見もしっかりお伝えしてまいります。よろしくお願いします。ありがとうございました。処分についてですが、今回の問題は決して水野参事官個人の問題ではないんですね。残念ながら彼個人がどんなふうに心の中で思っているかというのは、人それぞれ個人ですのであると思います。ただですね、その参事官を担当参事官として、配属させていた復興庁、そしてまた今回の処分に、私、これは私個人の意見ですが、30日のその処分ということだけではなくて、もしも復興庁が本当に反省をしているのであれば、支援法についてこういうふうな方向性を示しますという文があってもいいはずだと思います。それがないということの方が指摘すべきであって、個人の処分が30日であることを軽いとか重いとか、そこを問題のすり替えをしないようにぜひメディアの方にはお願いしたいと思います。復興庁の方々がですね、どう思われているのか分かりませんけれども、この支援法の動きが仮にサボタージュが続いて葬り去られることがあるのだとしたら、また別の形で今の状況がおかしいということ、この状況が変えられなければならないということを私は言っていきたいと思うし、
私たちは言っていきたいと思います。ですからこの支援法がどういう形になるかというのは本質的なことではなくて、やっぱり私たちがおかしいと思ってこれは連帯しなければならない、この状況を変えなければならないと思って立ち上がったということは何も変わっていないし、もしそれがですね、この法律が議員立法であって地方公共団体や行政の側に根回しをしていない、予算の確保が、まあ、要は官僚の根回しのような形でですねされていないということで、このままサボタージュを続けたらそのうちみんな収まるだろうと、反原発の動きが1年間経ったらだいぶ収まったというふうに言われてしまうように、このまま放っておいたらみんなどうせ福島に帰ってみんなこんなこと忘れてしまうだろうというふうにもし思われているんだとしたら、それは大きな間違い、全く間違っているということを私は強調しておきたいと思います。ぜひ安倍さんにはそのことを復興庁の方、上役の方に伝えていただいて、もし皆さんが本気でこの法律をサボタージュしようと思っているのだとしたら、手痛いしっぺ返しが来るのだということをぜひ上に伝えていただきたいと思います。